ケツダシローです。本日も金銀ポケモンやっていこうと思います。前回どんぐらいどうだったっけな。結構2週間ぐらい空いちゃったんで内容全く覚えてないですけど、おそらく次2個目のバッチに行くんでしょうね、私は。はい、ということで向かっていきましょう。マップをな、理解できてん。てか、バッジ取ったやん。取ってなんかそっから、どこに行けみたいな指示ってあったっけ？ないか。うん。なんか卵もらって、もしそいつが孵化したら、大木戸じゃなくて、うつぎんとこに行って、なんか見せてこいみたいな、ことを言うてましたね。そして、まひ直しの実をゲットして、行きますよ！YouTuber！ 行きます。アルフの遺跡。これやったよな、アルフの遺跡。あの、兜のやつですよね。てか、走れねえの、クソストレスやわー。ね、これ、じじい。あ、ここ前な、なんかバッチゲットしてんの意見みたいなこと言われましたね。ガチャ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 打ってほしいこと。多分こっち行ったらなんか、ポケモン出てくるんちゃいますの？おい。まあ、戦闘ウドさん。ちょっとレベルがな、偏っちゃってるんでね。ちょっと他のポケモンも強くしていきたいなというところではありますね。はい、ファーストバウト。見かけない顔だな。お前強いの？もちろん。バトルフロンティア完全制覇してるんで、はい。弱いわけないっすよね。こんな短パン小僧の慎吾なんかに負けるわけねえよなって。なんかほんと関東のポケモンばっか出てきますね、ほんとに。そろそろさ、上都のポケモンの1体や2体は出てきてほしいな。ただノーマルタイプには強く出れますよ。もうさっきからな、てかさっきで前回ね、ほんと飛行タイプやったり虫タイプやったりってね、このウドさんが全く輝けなかったんですよ。で、またさ、で、またズバットとかいうゴミクズが出てくると。ここあんまね、沼りたくないんで、てかまあ、レベル差で負けちゃうか、ダーク出したところで。ただ、間違えた！一旦交換してこいつに経験値を分け与えたかったところではございますが、どないすんねん、これ、おい。どないすんねん。何してくんの？お前、吸血とかやめてよ、ほんとに。しょうもないから。毒のこと聞かないでしょ？葉っぱ買った足が。もうなんでさ、なあ、ウェポンがさ、葉っぱカッターしかないわけ？今一つやんけ。もう、抜群やろ、これ。死ぬて。あの、そのくらいは。この時代のね、吸血はそんな強くないですからね。なんだっけ、なんかサンムーンとかかな？ XY か、そんぐらいか。なんか何でしたっけ、名前忘れたけど、変な、カノポケモン。カノポケモン、なんか忘れたけど。あいつが出てきてから吸血っていう技がね、なんか強化されましたからね。ああ、急所何回当たってんの、こいつは。まあ今ね、無駄急所なんで。ここはバッツリとね、ジャンゼリと、はい、ズバッと縛りていきます。ちょっとな、草タイプってなんか弱いね、この時代。この時代というか、今、いつの時代もそうなんか知らんけど。なんかな、不思議花とかやったら毒タイプ入ってるやん。ベイリーフって、草単体なんですよね。強みが何にもないっていう。ここは、イザイギリがいると。まあ、ガンガン進んでいきゃいいよね。てか、方向は、進む方向はこっちで合ってんのかな？何これ。お、ナイス！てか、なんか持ち物持たせるか。持たせていい？ちょっと。な、木の実かなんか拾っとったでしょ。うっ！ねえもねえわ。なんもねえわ。木の実はね、持たせれば持たせるだけいいですからね。なんだこの壁に話しかける謎の少女は。出た！この BGM！ ドロルルルルルルルン、カンカンカン、ディグダの。何？ポケモン勝負？もう電話してるのに。いいわ、さっさと終われちゃうから。この時代のミニスカートの少女というのは可愛いのかどうか、見物ですね。違うわ、ピクニックガールやったわ。なんかね、やっぱ、世代別でね、やっぱミニスカートの少女、ピクニックガールの可愛さがどんどんね、なんかどの時代がみんな好きです。また毒タイプやん、もう。ってマジでお前、ほんまに。なあ、いじめんとってこれ以上、ウドさんを。なんでいじめんの？割と食らうわ。割と食らうってか、まあ、レベル差からしたら、ま、妥当なダメージ入ったわ、今。まあ、大体ね、ピクニックガールっていうのは、ニドラン、オスとかメスとか使ってきますからね。これは分かってた。何使ってくるかっていうのは、事前に予測できたはずやねんけど、俺はちょっとね、はい。甘さが出ましたわ。そして18レベルになっていく、もう成人だね、これ。はい。昔は20歳で成人でしたけど、もう無気になんないでよ、女の子相手に。180円。お前を売り飛ばしてやろうか。なあ、180円以上稼がなあかんから、それやっぱ。お前をなんか、お前、東横かなんかに、配置するぞ、お前。合ってんのこれ、方向的には。どうなんこれ、下に下ってってええんすか？なんや、この。なんや、これ、絶対釣り人やん。ってことは、これ、ウドちゃんが大活躍するんじゃないんでしょうかと思われがちですけど、ここは、一旦これ、ダークに切り替えていく。こいつのレベルを上げんことには、今後やっていけへんから、次、相手虫タイプっすよ。勝てるか、あんなもんっていう。
葉っぱ買った一巻で。わしのポケモン取れたてのピチピチ。コイキングやろ。さあ、コイキング相手やったら正直ズバッとでも全然問題ないと思うんですよね。ニョロモ！マジっすか。え、こんなんコイキングって相場が決まってるもんちゃうの？うわ、うざい。害悪や。しかもなんか効かんかったってなんでこれ。催眠術は効きませんでした、相手の。えぐいてもう、えぐいって。いや、そんな食らわんやろ。超音波で茶を濁すか。当てろってか聞けや、おい。ごめん、帰るわ。ごめんな。まあ、ちょっとね、レベル上げをしてこなかったツケが回ってきましたね。うどさんばっか育てて、他のチンカスどもを全くね、全く教育してこなかった。僕はもう、いわばお湯毒、何、お親毒、親毒ですよ。毒親ですよ。本当に。って言われてもしょうがない、子供から。そういう親にはなりたくないですね。ニョロも、もう一回じゃあ入れ替えるか。ここでしっかり教育していくんですよ、僕は。まあ、ダークのレベルを10ぐらいまで上げたいなって思うんですけど、もう、レベリングは裏でせいやってお前な。って思われがちですけど、一応ここでも育てさせてよって。あえてレベル8なんやから。ここで育てない意味がない。まあ、ゆっくりやったよね、ゆっくり。ポケモンね、金銀って、やっぱり、関東もいけるやん。上都も関東も両方いけるっていう、ことやから、まあ、ストーリー的には、やっぱ、ま、二分割されてるんですよ。だから、上都のストーリーって、ま、結構短いわけよ。淡々とクリアできちゃうから、こういうところでね、寄り道していくのが一番いいんですよ。ね。近道、近道するよりもこうやって遠回りした方がいいんですよ。急がば回れと言いますからね。はい、ということで、レベルが、ま、7か。まあ、10ぐらいにしたいね。さっきも言いましたけど。で、こいつは、コイキング座ってこい、お前。うわっ！驚かすから獲物が逃げたぞ！水またこぼしたら最悪。水こぼしたよ、今。あ、出た、コイキング。こいつは勝とうや。レベル5のコイキング。跳ねるしかしてこいん。こいつはもう、タコ殴りにします。吸血でタコ殴りってか、15回しか使えへんのかよ。これ、威力クソ低い。ゴミみたいな技の癖しやがって、吸血とか。まあ、40回はつけなかんやろ、これ。40回。PP40 はないと、割に合わへんぞ、この、技。超音波効く、これ。これは、てか、経験値絶対、ゴミやんな、こんなんな。経験値沈活やけど、こいつで倒したい、俺は。まあ、だから、まあ、とりあえずゴルバットにしなあかんわけよ。ゴルバットにするのには、レベルがなんぼ必要なんでしょうかってね。ウィキペディアで調べなあかんの、これは。おい。相手コイキングやぞ。やってくれよ。相手は何や、あれが超音波の混乱取れちゃったもん。おい。もう弱すぎるって、お前ストレスでしかないわ、これ。おい。コイキング一体何を、手間取っとんねん、お前は。なあ。コウモリの化け物がよ、お前、おい。何これ、もう。だってさ、自傷ダメージのが食らってるやん、これ。吸血より。なんすか、これ、ほんとに。お前、可愛いだけか、お前。え？可愛いだけじゃダメ、お前。これ、入れ替えます。すいません、入れ替えます。経験値が何にも美味しくないわ。ごめんな。多少、強い敵と戦った方が、効率はいいんでしょうね。はい、ごめんなさい。もう全部葉っぱカッターで粉砕しますわ。いやー、どっかのタイミングでレベリングできたらいいんですけどね。本日それができるのかどうか。まあ、裏でやれってね。裏でやるわ、じゃあもうお前ら文句ばっか言うから。裏でやるわ、お前。次見た時にお前、レベル80ぐらいになってた。お前、覚えとけよ、お前。おい。文句言うな、お前。やったるからな、お前。レベル15のコイキング高いね、結構。ジムリーダー並みのレベル出してくれよ、お前。どうした、お前、急に。え？壊れてるやんか、お前。いきなりレベルの。ああ、行こう。ね。さっき15やったやんの？え、待って、俺の見間違い。わからん。俺の目が悪くなってたかもしれん。わかんないですね。意味がわからん。俺の頭がバグってたかもしれん。さあ、久しに勝ったよ。こっちで合ってんの？方向的には。マップ見ろって話やな。マップ見るわ。ポケギアで。ないんかい！どこで見んねん。なんもないわ。どこで見んねんじゃん、マップは。どうやって旅してんの、俺は。
こんなスマホもない時代に。電車の乗り、電車のさ、乗り換えすら携帯見ながらでやらないとできへん現代人がさ、やっぱこの時代のやつらってすごいっすね。うん、何も見ずになんか、勘だけで言ってもんな。釣りも得意だがポケモンはもっと得意だよ。気持ち悪いやつが来ました。まあ、釣りってね、釣りなんかを趣味にしてるやつはまあ悪趣味ですからね。トサキンと。いや、そうやな、だって、魚をさ、釣り針でさ、喉引っ掛けてさ、釣り上げて、それまたリリースするんでしょ。かわいそうやわ。うん。あれこそ動物虐待の権化だと思いますけどね。釣り、フィッシング。今日あったかいからめっちゃ喉乾くわ。喉乾きますね。うん。俺は、ほんとね、悪趣味だし、悪趣味やなと思いますけどね。釣りとかやってるやつは。ほんとに。うん。魚やからといっていたぶって言い訳ではないと僕は思いますよ。この動物愛護団体に所属してるケツダシロウが、物申させていただきましたが、何も育ってねえやん、もう。何やったん、この時間。でも、レベル18やったらさ、いけるような、賞味。次のジム。あえて虫タイプ使ってくるけど、いけますよね。てめえらに問いかけたいけど、まさたか、ウーパーウーパーやって。これ、この頃地面タイプ入ってたっけな。多分、ヌオーだったら、水地面になるんか。なので、まあ、地面だろうが、水だろうが、4倍弱点には変わりがないんで。はい、芝、ぶち芝くと。結局もう、ウドさんばっかが育ってるわ。ウパーって譲渡のポケモンですからね、やっと出てきたわ。この辺野生のポケモン全然俺戦ってんけど、なんか出てくんのかな。メリープや、メリープ出てきた。え、ちょっと待って、欲しい。欲しいぞ、俺。こいつを。こいつを欲しがってる自分に驚いてる、今俺。ただ、電気さん。まあ、アンノーンは、こんなやつはもう、すぐ逃がすから。うん。すぐ逃がすんで、この卵は、いや、どうしようかな、これ、メリープ。欲しいんすよね、正直。欲しいです。電流にしたいもん、こいつを。いや、これ、捕まえるか、どうしよう、これ、悩む、これ悩むな。いや、捕まえよう、うん、迷ったら捕まえる。てかもう捕まえた上で別に逃がすのもありやし、うん。そんな非道なことはしたくない、俺は。うん。一回な、買ったんやったら、おい！一回、飼育すると決めたんやったら、ちゃんと最後まで世話しなさい。僕はそうやって、僕にもしね、子供が生まれたらそうやって教育したいですね。うん。で、まず捕まれや、お前、ほんまな。うん。まず捕まろうか。俺はそう教育したいですね。何してんの？何をしてんの？おもんな、おもんないネタやってもだ。うん。ひかまりとかよ、おもんないネタやっちゃった。ごめんな。おい。もうねえぞ。これからっすや。頼む。頼む！よーし！さあ、メリープちゃん。はい。綿毛ポケモン、高さ60センチ、重さ 7.8kg。体毛はどんどん伸びる。夏になると全部抜け落ちるが、1週間で元通りになる。これ、家畜としてすごいね、流用されてそうですね。メリープちゃんは。こんなすぐに綿毛が抜けてって、なるんやったらね。はい。家畜として言うの、お前メリープちゃうやんか、お前。なんか、狼みたいな、アイコンしてんな、お前な。おい。詐欺か、お前、アイコン。おい。お前見た目なんかこんなモコモコして可愛いくせに、お前、あれか、自撮り詐欺か、お前は。加工すんなよ。加工してるやろ、お前。スノーで撮ったんか、これ。お前、スノーで撮ったやろ、お前。もうええって、お前。進めろ、うっとうしてから、お前。メリープちゃんはね、モコモコしてますから、マココにするわ、マココ。はい。覚醒マココでいきます。進化したらモココになるんでね。モモコやったっけ、モココやんな。さあ、ノーダメで捕まえましたからね。体当たり！もう悪くないでしょう。まあ、レベルは低いけど、まあ、レベル低いのはしゃあないわ。うん。それはしゃあない。許して。それだから育てんのもポケモンの醍醐味やから。ということでこいつをぶちしばく。その視線、なんだか気になるな。さあ、本日、ウドさん以外のポケモンを使うのかどうかと問われると、僕はわかりません。うん。ただどっかのタイミングで、使いたいけどな。てか、ニドランとかさ、ニドランメスとかってさ、どこに出てくるんでしょうかね。
こいつは関東のポケモンやけど、進化したら二度クイーン二度キングってなるんでね、捕まえたいところではありますが、ただ俺は今作譲渡のポケモン以外は使わないという縛りを自分に設けて、その制約と制約の中で揺らぎながらストーリー進めていってるわけなんですけど、もしかしたらその心が揺らいでしまう、心変わりしてしまう可能性もなきにしもあらずということを皆様にまず伝えたいですね。うん、不詳不詳の上でそれは了承してほしいかな。レベル6の、もうレベル6のエリープしか出てけへんな。うん、まあ、野生のポケモンはかわいそうなんで戦いません。はい、あー、まあレベル19やからね、言うてレベル19、なんかまだ覚えてほしいな、そろそろな。ちょっとな、葉っぱカッターだけのな、葉っぱカッターがメインウェポンっていうのがちょっとね、うえー、羽っこ出た。羽っこ？こいつが進化したら、ポポッコになって、わたっこになるっていうね。はい、僕ポケモン博士なんで何でもわかるんですよね。かわいいな、でもこいつ見た目。ただね、もう草タイプの枠は埋まっちゃってるんですよね、このクソボンクラハゲに。うん、逃がしたいけどな、ほんと。早急にな。めっちゃ出てくるし。ここに来て譲渡のポケモン大量発生してきました。はい。最初の頃は何だったんでしょうかね、あのポッポやらキャタピーやら。あ、スーパーボール、モンスターボールの上位互換ですね。もうこれ下げ進んだ方がいいかな、これ。でもアイテム取り逃したくない。やーぼや、またもう毒タイプとか草タイプとかやめてお前、本当に勝てへんから。まあ戦う気もないけど、こんなお前マムシが出てきたわ急に草むらから。まあ、春なんでね、あのあぜ道とかからね、急にヘビが飛び出してくるとこ時とかもあるかもしれないんで、皆さんお気をつけくださいね。はい、田舎あるあるです、これが。田んぼのあぜ道とかから急にヘビが飛び出してくる可能性もなきにしもあらずなんでね。でもマムシってあんま見たことないわ。マムシ、マムシってね、見た目なんかその胴体短いらしいんで、見たらパッと見でなんか短くて太いらしいね。うん、俺のチンチンみたいですけど、はい、単焦極太みたいなね、はい、何の需要もないチンチンみたいな形をしてる彼なんですけど、見たことないよリアルで。マムシってなんかシマヘビとか青大将とかやったらなんか乾燥してる今日本当に。乾燥してません今日。春やから、いや春やからっていうか、なんか俺が病み上がりやからかもしれんな。うん、うまくて栄養満点の美味しい尻尾いらない？今ならたったの100万円でどうでしょう？買う？買おうかな、俺。1億円ぐらいあるし。リアルの世界で。お金が足りないぞ！実際これ100万払ったらどうなんやろうな。ただ正直に99万しか確か無理やった気するから、100万って多分払えんと思うねんな。なんかね、バグで100万用意して、ほんでそれで勝ったらどうなるかみたいな検証してる YouTuber いましたね。結果はどうなったかわかりませんが。ち、最近の子供は金持ちだと思ってたが。あんまね、ふっかけすぎんだよ、お前、おい。こういうのはな、まあ、10万、いや、5万、いや、1万ぐらいにしとくべきですよ。あんまふっかけすぎると、目立っちゃって、警察にチクられる可能性あるんで、そこら辺はしっかりな、ええ具合、ええ塩梅でその値段設定せえよっていうね。はい、犯罪者から、犯罪者の先輩、ケツダシローからのアドバイスでした。はい、何こいつ。ここいらの釣りの名所でね、みんなが釣ってるのを見て、君も釣りがしたくなったろ。よかったら、わしの釣り竿を分けてあげようか。俺は釣りアンチなんで、もらいたくない心ですが、これはフィクション、ゲームということでもらいましょう。嬉しいね。これで君も釣り人の仲間入りだね。野蛮な人間の仲間入りを果たした結露シラーであった。まあ、コイキングしか釣れませんけどね、こんなんね。ボロい釣り竿って、お前。高級なやつよこそもっと、お前。ポケモンに何持たせるか迷っちゃうな。攻撃力を強くする道具にしようかな。そんな道具があるんでしょうか。果たして木の実しか持っていませんが、ケツダシロ、まあ、いきますか。うん、なんかあったっけ、そんな攻撃力が強くなる道具みたいな。あったか、なんか変な、よう、何タイプのポケモンは攻撃力が上がるみたいな道具ありましたね。おや、そのバッジは奇境のジムバッジ。お前ハヤトさんに勝ったのか。なんかもう俺のなんか推測やけど、こいつ飛行タイプ使ってきそう。ハヤトを敬愛してるやつも絶対、ほら、思ったわ、なんか、うん。やめて、ほんとに飛行タイプ使うの。タイプ相性悪すぎんねんて。そう、ただレベル19ですよ。バッチ2個目でレベル19になってるやつなかなか少ないんちゃう？うん。俺がちょっと寄り道しすぎたか。その最初のジムが、飛行タイプだったがゆえに、レベル上げをしなければならない。そういう、せざるを得ん状況に、瀕していた。ゆえに、レベル上げざるを得なかった。うん、悲しいですね。
これでね、別にまあ今後にぬるげになることはないと思うけど、だってもうこの、な、めっちゃ窮地だったんですもんね。ウノさんっていう僕も使ってる、ベイリーフを使ってるっていうことがそもそもハンデ背負ってますんで、トップハンデ背負ってますんでね、僕ね。はい。筋量60キロですよ。筋量60キロ、他の周りの馬が54とかで走ってる中、俺は60キロで走ってるんで、そのぐらいのハンデなんですよ。トップハンデ背負ってるんで、文句言うな、クソったらポケこの野郎。はい。レベル20になっちゃうな。他のポケモンを差し置いてこいつは一人だけ成長してしまうのか。YouTuber お前おい。どうすんねん。ここなんや、思いっきりなんか洞窟を抜けていけみたいな感じやな。ここでなんか岩タイプのなんかをゲットしたいですね。この先つながりの洞窟ですって。いきますか。これフラッシュいらんよな。よかった。この辺なんかアイテム落ちてそうな雰囲気があると思ったらポケモンでした。だったの。じゃ、こらったかい。大体こういう洞窟ってズバッととか石つぶてとか出てくるのが相場で決まっ、な、相場決まってるんじゃない？こらったね。まあ、こいつもまあ、秘伝要員としても、捕まえるのはありかなと思うんですけど、なんだかなーって感じですよね。ボールも少ないしな、こいつでボールを浪費してしまう、してしまうのは、ちょっといただけないから、絶対こいつ石タイプ使ってくるわ。はい、出た。岩男でしょ、ですね。おっと、びっくりドッキリ、こんなところに人がいるなんて。まあ、山男という名前の不審者ですね。なぜこんな奴らが、なんか、てか不老者いっぱいおるよな、ポケモンってさ。ようわからん、徘徊してるおっさんとかさ、まあ、ジュンサーさんがま、なんとかしてくれんと、まあ、治安の悪化につながるぞ、それは。しょっぴけ、こんな奴ら。おい。このいきなりお前、ポケモンバトル仕掛けてくる、こんなおっさんなんか不審者いいから何もでもないからね。なあ、おっと、びっくりドッキリ。なんや、その口癖は、お前。こんなに強い人がいるなんて、お前が弱すぎんねん。いや、俺が強すぎるんか。それはお前が正しいな。さあ、行くぞ。ここってさ、ここってなんかラプラス出てこんかったっけ？金曜日の晩に。金曜日の17時だったっけ？うわ、これゲットしたいっすね。確か出てくるよな、ここな。うわ、これ捕まえ、これ殿堂入り後とかじゃないよね。ラプラスが出てくるのって。これちょっと捕まえたいな。違う、あれか。波乗りいんのか。波乗りいるんかな。あ、じゃあ波乗りゲットした後じゃないと捕まえれへんちゅうことか。知らんけど、忘れたけども。全部、憶測で全部話してるけどね。じゃあ無理か。チキショは。まあ、水枠、もし入れるのであれば、もし入れるのであれば、ラプラスちゃん入れたいですね。でもう、早速ね、もう関東のポケモン使っちゃう発言してますけど、もうそれはええね。前回ね、俺さ、ファイアレッドやってる時って、ラプラスなんか使ってなかったよな。ってことは、今作使っても問題がないということだな。いや、普通ラプラススタメン入れさせるやろと思ったけどな。俺何考えてたの？ファイアレッドやってた時俺何考えてたやろ？あんなの、ラプラスなんか絶対スタメン入り確定のルックスしたポケモンやん。それを使わんかったってお前、なかなかやな。モサやな、俺やっぱ。ポケモンヤクザやわ。おじゃあ、さすが俺って感じなんですけど、行くぞ。もう喋ってる暇ないねん。ガンガン進めたいねん、俺は、ストーリーを。なあ、池田大作、おい。山男の大作、お前、違うやろ、お前。創価学会の大作やろ、お前。偽るな、お前。転生したんか。転生したら大作だった剣やんけ、お前、それは。なんか、ポケモン出てけへんの、これ、ズバッとでしょ。ズバッととこれだったしか出へんねやろ。これがね、全部岩枠じゃなくて、なんだっけ。石つぶてやったらな。レベル上げしたかったんですけどね、ここで。またお前変なおる。ズバッとの超音波で混乱させてばかり。なんだか頭に来たぞ！なんかやっぱ花粉かな。あ、わかったわ。なんか喉なんかイガイガしたり、鼻水出てくる理由わかったわ。花粉です、これ間違いなく。花粉症なんで。で、ほんま毒やめろって言ったやろ、お前、おい。毒タイプやめてって言ったのよね、俺ほんとね。結構食らうわ。今一つで、まあ、レベルがこんなに高いんでね。レベル20歳、20歳、成人になっていきます。昔の成人の年齢は20歳だったということを今のガキは知らない。はい。20歳になりましたよ。もう成長って早いですね。成長は早い。なんと早いんだ。イエーイ！
ちょっと強くなりすぎた感があるけど、こんぐらい強くしないと僕は勝てないんじゃないかなと。用心深くね、慎重なんで僕は。慎重なんでね。ちょ、マジでな、喉がイガイガするわ。こう花粉のせいやんな、多分な。辛いですね。花粉症には辛い時期になってきましたね、本当に最近。喉がね、喉がっていうかもう鼻と目やな。目がもうなんかもう、お風呂入った後とか、寝る前とかにもうほんとね、イガイガするんですよね。目が。かゆいし、異物感みたいなのもあるし、中のな、粘膜が腫れてんねんな。腫れてるっていうか、花粉症特有のその、アレルギー反応が出てるんですよ。目の結膜炎というか、まあ、もともとそのアレルギー性結膜炎なんで、赤くなったりしやすいんですけどね。もうちょっとほんと辛いわ。何花粉ってマジで。花粉症なくす。いや、俺薬飲んでるねんで、俺。飲み薬。点鼻薬。全部使ってるんですよ。ステロイドから何から何まで。なんでじゃあ、お前、その、一切なんかかっこいいやつ出てきた。かっこいいやつかなと思ったけど、ただの、あれやわ、お前らみたいなやつやったわ。ただひこ。ヤドン！え、ヤドンや！え、待って、え、ヤドンやん！しかもなんか可愛くない？このなんか寝そべってるヤドン。え、こんなんやったっけ？ヤドンのこの、絵柄というかさ、金銀マンってこんなんやったっけ？え、可愛い！ヤドン可愛い！ヤドン使いたい！ヤドン使ってヤドランにしたい！で、ゆくゆくはヤドキングにしたいけど、通信交換できる友達がおらんから絶対ゲットできへん。使いたいっすね。なにこれ ?37。技マシン。30、技マシン37は何なんかって書けや！不親切やな、お前。多分、ここら辺の階層になってくると、波乗りしてラプラスが出てくるところに、繋がってるんでしょうね。多分、こっちだと多分行く人ないやと思うけど、ここかな？この辺がなんか波乗りできる場所あるしな。おそらくここちゃう？これ金曜の晩にもしじゃあ波乗りゲットできたら暁には、波乗りのバザマシンをゲットできた暁にはここで、捕まえたいっすね。捕まえて、そして、俺は、最強のポケモンマスターになる。そうお前らに約束してました、ここ今日。本日、3月16日、土曜日をもって。あ、絶対ここ、絶対ここや、絶対ここや。うん。絶対ここやけどまだ行けないという悲しみに溢れてゆく。ディフェンダーか。こういう戦闘中に使えるアイテムもバンバン使っていきたいですね、本当に。うん。まだ使う場面ではないけど。まあ、もしピンチの時にね、溜め込んどってもしゃあないんで、まあ、バトルピラミッドとかね、ばっか僕あれなんで、バトルフロンティア完全制覇した男なんで、やっぱこういう戦闘中に使うアイテムっていうのはガンガン使ってった方がええなっていうことを俺は学びました、そこで。うん。はい。一個一個学んでいく。成長していく。一動画につき一成長していく。やっぱこれゲーム内。ゲームであったとしても成長を怠らない。この俺ケツダシロー。すごいな、やっぱ。やっぱお前らが見習うべき存在は、やっぱ。うん。現代の。なんか最近なんかジョージとかいうね。ジョージかっこお前らの親友みたいな、なんかそういう、ツイッターかっこ QX で、幅利かせてるやつがいるんですけど、あんなやつよりも、間違いなく俺の動画見た方がいいわ。うん。間違いなくな。俺の動画ってほんま、ためになるし、お前らの成長につながってっから。なんて言うかな。何これ。何お前。え、こっち行ってなかったっけ？明るければ洞窟怖くない。強ければポケモン怖くない。何お前。お前その、もののけ姫の少女様みたいな喋り方でよ。俺たち、人間、食うみたいな。やめろ、お前、それ怖いから。横山みどりなんか、お前、少女なんか、もののけ姫の少女なんか、どっちやねん、それ。ロコン、かわいいな。いや、使いたいけど、どっかで出てくるのかな、ロコンって。え、ロコン、かわいくね、これ、9個にしたい。これ、9個にしたいな。炎タイプの枠がね、一応、残ってるんで、これ、捕まえるのも視野よ。うん。ねえ、関東のポケモンばっかりになっちゃいますけど。なんかあれかな？なんかクリスタルとかやったら関東のポケモンとかも結構いっぱい出てきたんかな？なんかロコンが野生で出てきたの見たことないわ、金銀で。出んのかな？これって。まあ、こいつが使ってくるっちゅうことは出るんかなと思うけどね。毒消しの実。まあ、こういう実もね、うん、いっぱい集めていきましょうか。はい。何お前。お前も取れないかい。洞窟抜けたばかりだ。まだまだ元気だぞ！
登山家のおっさんね。うん。山男の。山男っていう、ね、登山家じゃないんやって。山男っていうね。まあ、こういうね、登山家のおっさんがね、こうやって女がソロで登山してるやつところに突っ込んでいって、セクハラまがいのことをするっていうね。教えたがりの気持ち悪いおっさんが世の中にはびこってますけどね。皆さんお気をつけくださいね。はい。要は最近キャンプとか流行ってるやん。そういうソロキャンとかが流行ってて。で、まあ女が一人でキャンプしてるところに、特攻していく、特貫していくおっさんが、まあ、おるわけですよ。はい。で、女も女でな、自分の身を守りたいんやったら一人でキャンプなんか行くねや、お前な。男連れてけや、お前って思いますけどね。本当に。彼氏の一人もおらんのかって。自分でも悲しくならないのかな、ソロキャンってやってるやつってな、ほんま。と思いますけど。いや、男が一人でやんのとさ、もうわけが違うやん、女が一人でやんのって。何ここ。ヤドンの井戸、別名雨降らしの井戸。この地方では、ヤベドンがあくびをするたびに雨が降ると信じられています。実際400年前の日照りの時、みんなを救ったのはヤドンがあくびをしたからだと、当時の記録に残されています。あくびするでしょ、そら。猫でも、ヤドンでも何でもね。中は危ないから、こうして誰も入らないように見張っているんだよ。くぅ！俺っていい人？出ましたね。俺っていい人おじさん。いましたね。とりあえず回復しよっか。さあ、ここに来たということはもうお分かりですよね。あのおっさんの正体が何なのか。ええ。皆様はお分かりですよね。僕は知りません。未プレイなんで。初見なんで。ポケモン金銀初見なんで分かんないですね。いきますか。どうすりゃいいんやろ。これジムにはこのおっさんがおって、おっさんちゃうわ。なにこれ。変なベレー帽かぶったおっさんがおんねんけど。君、ヤドンの尻尾って知ってる？噂だけど美味しいらしいね。こんないいこと教えてるなんて、俺っていい人？いい人ではないですかね。うん。喉が痛いね、マジで、ほんまに。行くか。これ、ガンテってあれやんな。ボール作ってくれるやつやんな。なんか、スピードボールとかルアーボールとか。なんか、よう、なんかな、スピードボールとかルアーボールってあんま意味ないらしいっすね、あれね。おっちゃん、なにこれ。おう、お前は誰や。そうか、白を言うんか。ボールを作ってほしいんか。悪いが、それどころちゃうねん。ロケドットなんて知ってる？いや、知らんくてもいいけど。話進めんぞ。ロケット団いうのは、ポケモンを無理やり悪さに使う、ろくでもない連中や。3年前に解散したはずなんやが。とにかく、そいつらが井戸でヤドンの尻尾を切って売りさばいとるんや。だから、わしが行って、ちっと懲らしめとるんや。よーし、待っとるやぞ。男ガンテツが助けたるぞ！言っちゃいましたね。ゴリゴリの関西弁やったな。まあ、この上都地方っていうのは、近畿地方を模して作られてるから、まあみんながみんなこうやってね、関西弁喋ってるのも別にまあおかしくはないからね、ほんとに。おじいちゃん、どこ行ったの？あたし、寂しいよーん！あたち。何？でっかこいつの家。でかくね？何畳あんのこれ。なあ、めっちゃ広いやん、このクソジジイの家。若い頃の大木戸博士？なんか、若い頃の大木戸博士が飾ってあんのね、これ。若い頃の大木戸博士の剥製が飾ってありますね。ここでポケモンのモンスターボールを作るっちゅうわけか。こいつの家でかない。富裕層やん、こいつ。行くか、行くかってか、ちょ、なんか、俺回復させてやんな。ちょっと寄り道していい？寄り道がしたい年頃なんですよ。なんだ、このクソババアは。森には神様がいるという悪さをしたらいかんぞい。神なんかいねえや！あれこれさ、スルーしてさ、小金していけんじゃん、これ。うん。いけるよ、これ。あれなんか出てくる。何これ。何が出てくんの？ビーダル！ビードルとビーダルって一文字違いやな。今思ったけど。似てますね。やりますね！あー、なるほど。虫タイプしか出てけんタイプのポケモンダンジョンね、これは。ポケモンダンジョンでした、ここは。はい。すいませんでした。ベイリーフちゃんが、ウドさん？ウドさんが一切活躍できない場所でした。戻りましょう。確かここって、いや、ここなんかライバルとライバル戦とかなかったな。うん。なんかあれや、変なカモネギのイベントがあんねん、これ。はい。キプレイは置いといてと。キプレイが過ぎる発言は、一旦置いときましょうか。向かうぞ。なんかねー、どうせロケット団もなんかズバットとか使ってくるんでしょ。
勝てませんやん、もうそれ。なあ。あ、いけるようになってる。行くか。なにこれ。ガンテツ、お、白が。上で見張ってた奴は大声で叱り飛ばしたら逃げよったかな。わし、井戸から押してきてしもて腰打って動けんのや。くそ、元気ならわしのポケモンがちょちょいと懲らしめたのに。前は白、わしの代わりにトレーナー魂見せるんじゃ。行くか。出ましたよ。ロケットダン。借ります。上で見張ってたのに、なんだあのおっさん。いきなり大声出すから驚いて井戸に落ちちまったわ。うさばらしにてめえをいじめるとするか。しておいた大人がよ。てかもう噛みすぎるってこの BGM が。めっちゃええやん、この BGM。誰が作ったんこれ。いやー、VS ロケット団下っ端。この BGM ほんと好きなんですよね、僕。金銀の。これのね、あの、HGS 版の、あの、アレンジもめっちゃ好きなんですけど、やっぱこの、なんていうかな、はじめのこれ、金銀版の時やっぱ好きっすよね、ほんと、この、8ビットの。お前、せっかとか覚えてるけ、お前、おい。生意気やな、こらったのくせに。いや、いいね。熱くなるわ。熱くなりますね、この BGM 聞くと。ああ、もう全然ダメダメだ。さあ、場所教えろ。そうだよ、俺たちがブヤドンの尻尾を切っては売ってたんだよ。それもこれも金儲けのためさ。そう、金のためなら何だってするのがロケット団。銭ゲバですね。まあ、その気持ちわからんでもないがな。女じゃねこれ。尻尾を取るのをやめろって。じゃあ、私たち全員倒してごらん。まあね、尻尾を切るのをやめろ。確かにな、おい。武蔵やん。武蔵みたいな見た目してましたね。武蔵。さあ、もうええって、だからズバッとやめて、ほんとに。ズバッとやめてね。ちょっと。いや、メリープがな、電気ショックの一つや二つね、覚えてくれとったらな。ここも楽々いけちゃうんでしょうけどね。まだ一回も使ってません。捕獲してから。捕獲してからな。てか今日めっちゃ暑いわ。バリ暑い。あーボカン、もうまたお前はそうやって毒タイプばっか使ってくんの。お前ほんとにもうずっとこれあったら使っといてよ。まあ一撃で落とすやろ。あーボちゃん、この頃ね、特製の威嚇とかないからね。威嚇とかないんでね。おい、恐るるに足らんわ。毒消しの実あるんでね。はい。オッケー。まあ、使いましょう。うん。実はなんぼでもゲットできるからな。こんなもん。まあ、こうやってね、ヤドンの尻尾を切り刻んで、売りさばくと。どうなんでしょうね。世の中ね、もうそんなに、だからまあ、魚捕まえて、まあ、漁師とか、その、魚編じゃない、あの、狩猟の方の漁とか、で、あと、魚を捕まえる漁とかっていうのも、要するに、やってることは変わらんと思うんですよね。うん。正直ね、思いますけど、ビーガンみたいなこと言いますけどね。ビーガンみたいなこと言うけど、ただ、なんやろな。やっぱこれもなんかちょっとあれやな、もう、現代の日本人、というかもう世界の情勢、いろいろありますよね。いろいろあるけど、やっぱな、考えさせられること、とこあるよな、やっぱポケモンって。本当に。思いますね。うん。それが一概に悪とは言い切れへんやん。ヤドンの尻尾を切ることっていうのは。なのでね、どうなんでしょうね、やっぱり。だって別にヤドン死んでるわけちゃうから、まあ確かに尻尾切られたら痛いからね。うん、かわいそうやなっていう気持ちもありますけど、いや、どうなんですかね、これはね。わかんないっすね。また、まあでもね、本当に、考えさせられますよね。子供向けのゲームではありますけど、大人もこうやって考えさせられる、そういうゲームとなっております。ポケモン金銀、ビジカプレイ！暑いから脱ぐわ。クソ暑い今日マジで。もう半袖できる。半袖半端でいけちゃうわ、今日。暑すぎて。
なんで倒してねえのお前、俺が服脱いでる間にさ。全然食らってないんか、お前。どうした？暑くね今日、マジで。20度超えてんじゃん。やめてや、もう暑なったり寒なったりすんの、ほんま。まあ、衣替えの季節ですからね、ちょうどね。はい。何、もう、この季節何、どんな服着ていいかわからへんもん、ほんま。花粉も鬱陶しいし。春嫌いなんでね、僕。春、出会いと別れの季節。嫌いなんですよ、僕。暑いだけやん。暑苦しいだけやん。てかもう今日、めっちゃ時間経ったな、今日な。え？ 40 分も、40分やってるやん、もう。やばくね、これ。40分も、ポケモン実況プレイしていく男。休みの日に。素晴らしいね。素晴らしい男や。それもこれもこいつがな、有効打を持っていない。ワンパンしない、レベル21のくせにな。全然強くないからね、こいつが悪いっす。こいつが悪いっすわ。シャッキ出てきた。ヤドンだ。尻尾を切られている。おや、メールを持っている。読んでみる？シロはメールを読んでみた。おじいさんとヤドンと仲良くお留守番してね。お父さんより。許せねえよ、俺！そんな痛い気なヤドンを連れ去って尻尾切り刻んで、金にしてる？許せねえよ！てめえは俺がぶっ殺す。なんだ？俺たちの仕事邪魔するなら容赦はしねえぞ。お前は、一回溶かす。うん。お前を一回全部ドロドロに溶かして、もう一回一から人間として、形成するわ、俺が。うん。そんぐらいお前の精神、魂ってのを叩き直してやる。許さねえぞ、お前。なあ。一回ドロドロに溶かして、もう一回人間の形に作り直す、お前を。てか、強くね？レベル14のドガース。強なんだいいな。おい、もう、ウドさん以外のポケモンを使うことはないのか、俺は。大丈夫。安心してほしい。次回までに俺はレベリングをしまくって、な、全員レベル30ぐらいにしていくから。うん。安心して。確かに我らポケモン、確かに我らロケット団は3年前に解散した。だがな、こうして地下に潜り活動を続けていたんだ。これから何が起こるか楽しみにしているがいいぜ。これで一旦は、安寧が訪れるのか？シロ、ようやったな。ロケット団の奴ら逃げていきよったわ。腰の具合も良くなったし、わしらも帰るとしようぞ。帰るとしようぞなんか関西の人言いませんけどね、こんなんね。ヤドン帰ってきてるわ。お父さんにもらった私のヤドン、帰ってきた。尻尾もまた生えてくるの。よかったっすね。うん、トカゲの尻尾みたいな感じなんかな。おう、シロ、井戸でのお前さんの働き、それは見事の一言。わしはお前さんが気に入った。お前みたいなトレーナーにやったらボールを作ってやりたいわ。今手元にあるのはこれだけやが、とりあえず持っていけ。ルアーボールとかいう今後一切使わんボール来た。わしはボングリ使って特製のボールを作っとる。そこいらのボングリの木を調べ、身を集めてくるとええぞ。そしたらわしがボール作ったるわ。お、ボングリ持っとるやないかい。よっしゃ、ボール作っとるわ。白ボングリ。いらんすけどね、これね。じゃあ、スピードボールとかさ、ルアーボールってほとんどね、なんかその要は、スピードボールを使ったら、なんか素早さが速いポケモン捕まえやすくなりますよ、みたいな、ことなんらしいなんですわ。らしいんすわ。そういうらしいねんけど、実際のところ、捕獲率っていうのはほとんど変わらんらしい。モンスターボールと変わらんらしいからね。うん。だから、俺は意味ねえなと思いますね。昔はなんかそういうの過信してね、信用してましたけどね。はい。なんか要はまあ、その最近僕も知ったんですけど、その事実を気づいたのは最近なんですが、そういうのがあるらしいですよっていう。まあ、とりあえず突っ込んでいくか、事務戦。本日はそこまでやったら終わりにしますかってね。負けたら次回に持ち越します。はい。負ける可能性大いにあります。あれ？あ、これダブルバトルないやんな、こんなん。一体やんな。双子ちゃんやったらなんかもう、ダブルバトルしてくるわ、みたいな。なんやこの闘神は。アーニャみたいな闘神してるやん。クミとルミ。クミルミですか、お前。レディーバ！可愛いポケモン使ってくんな。ただ虫タイプは俺にとっちゃすげえきついんですよ。こんな可愛い見た目してるけど。
可愛い見た目しているくせに全くタイプ、バケモンやんお前。え、お前ってバケモンもしかして。なんでこんな、なんでこんなスリップダメージで戦わなかんのら、おい。食らわなすぎじゃねこれ。いくらなんでも。いくらなんでもってやつですよ、これ。先輩。うわ、全然食らわんし、もう。全然食らわん、ストレスやめて、ほんとに。ストレス溜まっから。しかも、お前もなんか超音波とかいうクソ害悪してくるやん。言ってや。おい。結構食らう。くそー。これ、落とすやな、これ、さすがに。戦って、やって。いや、このクソ、害虫を。おいレディバグ、お前、おい。オッケー。いただけ。糸丸、糸丸、磯丸来たやん、磯丸。どうしよう、これ、マゴゴ使ってみるか、マゴゴ。普通に死ぬと思う、これ、レベル差で。レベル差でタコタコにされる、これ。かわいい。あ、これ、あ、ダメです、これ。ダメですね、これ。死にます。はい。なんで外すね、おい。何この泥試合。急所、ごめんなさい。もう、出過ぎた真似はもうしません。お前に、な、全部やらせとったんやろ、お前。全部お前にやらせとったんやろ。なんなんこの、何をしてきてんの、こいつさっきから。いやー。ジム戦のこの雑魚トレーナー一体に何をこんな手間取ってるんでしょうね。この私、私立、ケツダシロー学園は。おい。頼むても。なんで俺はこのベイリーフを選んだの、俺は。このウドの大木を。なんも変え、なんも勝てへんやん、これ。なんなんすか、これ。一生勝てへんで。お、ナイス、レベル上がった。お、特攻15もあるやん、これ。いいね。早く電気ショックの一つや二つね、覚えてほしいですけどね。まあ、ゲームオーバーせずに行くっていうことに重きを置いてやってますんで、負けるわけにはいかないんですよ。どうしようかな、もうウドちゃんで行っちゃうかも、これ。行くか。しゃあない。かっこよくて強いポムシポケモンの魅力、教えてやるぜ！ピクニックガールかな？違うわ、全然ちゃうわ。お、え、お、何これ。男やったん？うん、キャタピーといえど侮れないですからね。だって、あれやん。倒しきれへんもん。めんどくせえわ、マジで。これ。なんなん？え、上等のさ、ジムに、水タイプのジムってありましたっけ？岩タイプとか。ないよね、多分ね。こいつはいつ活躍できるんすか？ウドちゃんは。足かせにしかなってないんですけど、絶対こんなんもう、初手でさ、日の嵐選んでたらもっと楽々クリアできとったやん、こんなん。どんだけハンデ背負って生きてんの、俺。なあ。ハンデ背負いすぎやで、リアルの世界でもゲームの世界でも、お前、ほんまに。おい、倒してくれ、頼むから。弱すぎるって。これ、葉っぱガッタの PB もきついな、これな。15回か。まあ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 、まだええわ。まだええわ。まあまあええわ。やってくれ！君の強さを教えられたぜ。金もあんま上手くないしね、このやつ倒しても。どこにおんねん。おるなぁ！宿を助けただって？なかなかやるね。男なのか女なのか。まあ、でもこれ、あ、だいたいあれか。虫捕り少年か。うん。正面から見たときにさ、この、ピクニックガールなのか、虫捕り少年なのかっていうのがなかなかね、判別つかないんでね。うん、ヒヨコのオスメスを判別するぐらい難しい、これは。てか、パラス出てきたよ。こいつも、いやーもうこいつとか一番タイプ相性悪いわ。これなんやこれ。こいつって草タイプ入ってたっけ？入ってんな。毒虫とかそんな感じか。邪魔くせえ、こいつ。いやーもう何時間かかるんすか、これ。うざいなー。パナスはね、うわ！ゴミ、ほんとに。
お前がそれしてくんやったら俺もやるけどね。お前がそんな粉振りまいてくんやったら、俺も粉、粉ちゃん選手カキカキするけど、いいかな。てか、毒が食らうってことは、こいつ草じゃないや。虫単体か、パラスの状態の時って。なるほど。スリップダメージでね、じわ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 削っていくしか、脳がないんですよ。やってくれ!やってくれ!おい!やってくれ!死にかけてる!死にかけてんのやめて、ほんとに。これはちょっとポケセン行こうか。うん。ポケセン行きます。この虫捕り少年一体にここまで壊滅的な状態になるとは思いませんでした。一旦おとなしく、ポケセン行きますか。ぐだってんねん!ぐだりすぎ、お前。なあ。ぐだりすぎっていうか、お前、ウドさん弱すぎ、ほんと。せめて体当たり覚えてくれてたらな、ほんとに。なんであのマダツボミの、あの、肉気、足気、マダツボミの通りのあの一戦で、僕はね、毒の粉を覚える代わりに、体当たりを捨てるというね、ええ、超、名采配、ある意味、逆の意味で、やってしまったんで、そのせいですね。体当たり覚えとったら全員抜けてんねん、このレベル差やったら絶対ね、こんなもん。辛いわ。辛えわ、俺。お前とするポケモン辛えわ。もう、ハッパーカッターしかないんですよね。だから、ウェインウェポンが。そろそろなんか覚えれると思うけどな。いや、もうええで、別に、もう、クザダイブの技じゃなくてええわ。のしかかりとかええから、その、のしかかりだよね。のしかかりとかそういうので。ええから、覚えてくれよ。さすがにこれ、レベル22やったら、なんかしら覚えるはずよ。このレベル20代のうちにね。20代のうちになんかやっとけって、お前、ほんま。よく言われますやん。やりたいことはなんか旅行とかはなんか20代のうちにやっとけみたいなね。知らんポケモンみたいな。おい。その気持ちがようやく分かったわ。ポケモンやって、やっとようやく分かった俺は。20代のうちにやりたいことはやっときましょう。うん。だから20代のうちに勉強してお前もなんかええ技覚えろなんか。な、今22なんやから。大学卒業してお前22で働くんやろ。社会人1年目、2年目ってかもう大学のうちにやりたいことはやっとけってね。はい、そういう説教をかましていくというね、僕はね。はい。やれや、はよ、倒せや、もう。硬くなんなよ、このワールドカップのトロフィーみたいな見た目した卑猥な国運とかやポケモンよ。おい。邪魔すんな、俺の旅の。急所でやっと倒せましたね。うん、こんな。この虫けら一匹倒すのに。何を時間が、スピア!いや、スピア、かっこええなぁ。使いたかったんですけどね。マジ使いたいんですよね、スピア。強っ!ただ、覚えてる技が、覚える技がね、この当時強い虫技って何一つないんですよ。あ、こいつ毒入ってんねや。虫毒か。だからね、この時代の虫技、この時代の虫タイプってほんと冷遇されてるんでね。いや、見た目は超かっこいいけどな、俺使いたいけどな。なんでこんな食らわないの?ほんとに。まだポケセン行かせんの俺に。ポケセン何回行かせんのお前、おい。ぐだるねんって、お前がそういうことすると。わかる?クソ強いねんけど、マジこいつ。もうちょ、ほんまに。え、こいつジムリーダー?もしかして。お前、ここのジムリーダーかなんかっすか?強すぎ、お前。てか、リフレクター貼ればよかったかな、これな。うん。急所でこれかい!外した。OK、ナイス。お前がジムリーダーやってもいいよ、これ、正直。お前強いから。お前ジムリーダーの器やん、お前は。おい、このスピアとか出してきてさ、お前、ここはお前、キャタピーとかコクーンとか、お前、ビードルとか出してくる場面じゃないんですか?何お前が最終進化系のスピア使ってきてんねん、お前、おい。なんやねん、お前、おい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 。何してんの、お前。殺されかけてるやん、ちょ。よかったわ。この時代の虫タイプのポケモンが冷遇されててよかったわ。ケボイ私かなくて。経験値バリうまそうやん、これ。なんか覚えろ!光合成!って何? This is 何これ?何これ?ごめん、光合成が何なのかわからへん。回復系これ。自己再生的な技もしかして。
いらないんですけど、そんなこと。ちょっと待って。おい、アタッカー系の技覚えろ、お前。なんでな、こんなところで傷薬使わせな、お前に。6個あるからいいけど。行くわ。行きます。つくしちゃん。こいつ男か女か未だに分からへんねんな。僕、つくし。ポケモン、虫ポケモンのことなら誰にも負けないよ。なんだって将来は虫ポケモン研究で偉い博士になるんだから。というわけで僕の研究の成果見せてあげるよ。まあ、ショタですね。うん。ショタ。ショタポケモンのつくしが勝負を仕掛けてきた。ナイス！こういうのでいいんだよ。な？トランセンド出してこい。トランセンドとかビードルとか。これ回復、これ絶対回復技やな。5回しか使えへんっていう回復技。こんな持ってたとてやねんな。トランセルごときに毒の粉を振りまいていく。トランセンドね、お前、おい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 。やんのか、こら、おい。お前、糸を吐くと辛くなるしかできんやろ、どうせ。お、バリ食らうやん。結構食らう。これさ、後々の、まあ、こいつが何使ってくるか、ちょっと僕わかんないんですけど、一旦これ、リフレクター貼るか。リフレクター貼って、物理技にね、強く出れる。うん。てか、あれか、なんかもう、ベイリーフ？ベイリーフってさ、もしかしてこれ、受け？これ、受け系のポケモン？リフレクター貼る、毒の粉振りまく、光合成で回復する、みたいな感じで、そういうポケモンもしかして、ランクマとかで使うようなポケモンですか？もしかしてこいつって。まあね、そういう、なんなん、コクーンってお前、毒入ってんの？なあ、お前って毒入ってたんすか？さっき言え、バカ誰が、お前。そういう受けループみたいなことをする、ポケモンなのかもしれませんね。ベイリーフ、チコリータ、メガニウムっていうのは。まあ悪くない。うん。確実に勝ちを取りに行くっていうその姿勢、俺は、気に入った。だからこそお前を選んだ。ウドさん。お前と俺はチャンピオンになりたい。ポケモンマスター一緒に目指そうぜ。はい、リフレクター切れちゃいましたけど、俺はもう一回貼るよ。うん。何度でも貼る。時間がどれだけかかろうが、俺は確実に勝つ。ゼームオーバーには絶対ならない。お前何してくれてんねん！お前こら！お前こら、おい！毒はまずいな。ちょっと回復させていただいていいですか？お前やめて、それだからな。やめてっつってるやろ、お前。毒はちょっとね、負け筋なんで、使わせていただこうかなと思ったけど、ないやんけ、これ！おい。え、毒消し飲みなかった俺。ないらしいです。はい。終わりました。僕はもしかしたらここで死ぬ可能性がある。俺は長年ハンターをしているからわかる。俺はここで死ぬ。やめてくれ、本当に。やめてね、ちょっと。ストライク！え、虫技って物理やんな。かっこいい。かっこいい。こいつを捕まえて、虫捕り大会の自然公園でこいつを捕まえて、メタルコートを持たせて通信交換で進化させたいけど、俺は通信交換できる友達が一人もいないんでね。すいませんね。はい。お前たちは、ハッサムを見ることはない。まあ、虫単体やと思うから、まあ、ディオレクターはまず生きてる。毒の子なんやな。お前も毒浴びろれ。な。俺も死ぬけど。連続。やばい！しかもこれ連続で出されたらまずいぞ、これ。早くしろ。あ、クソ強、クソ強、クソ強。クソ強や、これ。え、これクソ強。なにこれ。ただ、お前の連続切りもなかなかやばいな。やばい。てか、リフレクター貼ってこの、あれがダメージか。やばいな、これ。結構やばくね。結構やばくね。外せ！外せ、おい！え、ちょっとほんまにまずい。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 まずい。ほんまにまずいぞ。死な、え、これさ、耐えるよな。大丈夫やんな。やめろ、それ、お前！おい！やばい。やばい！やばいって！
お、負けん、お、ま、負けんのか、俺。おい、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 おい。しかも、毒のダメージ食らってんし、こいつ、おい。え、ちょっと、おま、ちょ、おま、おい。ちょ、おま。てか、俺、あれや。超音波すればよかった。外せてか、そろそろ、お前。よーし！なんで聞かへんねん！おかしいやろが。やばい、やばい、やばい。おい、やばいって！どうすんねん、これ。やめて、ほんとに、もう。おい！ハヤトに続きまして、つくしでも負けました。うん。何これ？何してくれてんのお前？あの、何してくれてはんのお前？ごめん、ちょっと、お金減ったんじゃん、めっちゃ俺。お金減ったんじゃん。絶対お金半分ぐらい持ってかれた。もう最悪マジで。おい、もうフレンドリーショップ行くかも。毒消しなんか、よこせ。買うわ。いや、あれひどいな。連続切りちょっと上振れすぎやわ、あんな。何木炭って。意味ねえよ、こんなん持ってたところで、お前。ボケ。日の嵐用のアイテム置くな、お前、おい。こっち取らな。なあ、チコリータとかいうクソザコポケモン最初選んでもうたせいで、お前。こんな苦戦しとんねん、最初のジムの、最初のジムと2個目のジムで、こんなの、お前。絶対、次のジムも、絶対次のジムを沼るからな。ひどすぎる。俺も何がミスったんかな。てかモンスターボール買おうぜ。買っとくか。てか全部買うわ。よこぜ。53円。もうどうせ負けるから。なんでここで負けんのお前もう。何回負けんねん俺。何回負けたら気が済むの貴様は本当に。いや、連続ギリ恐るべしやな。どうするべきやった、俺。どうするべきやったか教えてほしい。こんなんもう、日の嵐とかやったらもう、ワンパンできるのに。まあ、気を取り直していきましょうか。お前が先勝てたんは、連続ギリの上振れ引いたから。うん、そんだけ。だからあんま調子こくな、お前、マジで。ショタ、お前。ショタが嫌いなんですよ、僕は。最近流行ってますけど、なんか知らんけど。嫌いなんですよね。理由は、素早さ下げんのやめて、お前。後で入れ替えるわ。理由はね、全然、来ないからです。チンの棒に。来ないんですよね、全然。俺好きじゃない、ほんと。ショタ、おねショタみたいな。俺好きじゃないんですよ、ああいう系。なので、俺は、ユリとおねショタ俺、一番好きじゃないんで、調子こくな、お前ら、ほんとに。ってことをまず伝えたいね。ま、ここで行くわ。お前頑張ってくれ、ほんま頼むから。一旦戻すことによって、素早さのステータスを戻す。んで、そんな、悠長なことやってる暇あんのか。まあ、死に出しでもよ、最悪。マココ死に出しでいい。マココ殺して、あ、全然ダメもう。全然ダメでした、もう。死ぬわ、これ。もう何がしたいね、俺、マジで、おい、これ。やりすぎやって、もう。お前さん。お前様よ、お前様よ、おい。どうしたらいいの、じゃあ、僕は、一体。うざいことばっかされてた、俺もう一生。死んだわ。何のために出したかわからん、ほんまに。もうなんか、脳がバグってきた。脳がバグってきた、お前。ステータス、素早さのステータスを下げる、元に戻すために、この子までやってたら意味ねえやろって俺は思うんですけどね。
お前こっちとらレベル23やぞお前。ほんまやめてや。毒なんだ、毒、ほんま毒だけやめろお前。リベル勝って、うん、こいつはしょうもないことしてくる。大丈夫。毒の粉ぶんまいて、な、やりゃいいから、別に。ただほんま連続切りだけはほんまやめてほしいねんな。行くわ、このまま行くけど。さっきなんか超音波食らわんかって、なんかレベル高いポケモンに対してあれもしかして食らわんとかそういうシーン、なんで、聞かんねんこらお前おい。さっきまで聞いとったやろ、ポケモン、ほんま、おい、これ、ぶっ飛ばすわ、じゃね。何聞かなかったって。外すれたまだわかるわ。聞かんってなんやねん。聞くやろが、普通に考えて。ガチ聞くせえや、ガチ聞く。聞かんことなんかないから。ほんま、外せ。外せ、それ、マジで、お前。やばいって。でちょーもう負けやんマジで。もうどうしたらいいの。じゃあ外すことを祈るか。連続切り外すことを祈ってダーク出しました。外せ。あかん。もうどうすんのこれ。回復させるか。回復させて、いい傷薬で。全開する。オッケー、ナイス、ナイス。いや、これでいい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 。しゃあない。で、ワンチャン外しあるから、外しの可能性もあるから、アンノン出すわ。外しても、ま、一回でいいから。外せや、マジで、もう。ワンパンされるってこんな、威力なんぼなってんねん、これ。今の全属切り。ちょ、待って、勝てへん、ちょっと。うざい。お前うざい、マジで。外せ。外せ。死ぬ死ぬ。なんで？なんでな。いや、おかしい。これはおかしいっす。もう本当に。ごめん、俺ちょっと切れていい？怒りのレベリングしていいっすか？え、怒りのレベリングしちゃっていい？俺もう本当、ムカつくから。さすがにこれはないわ。2回も同じ相手に負けるなんてことが許されてええわけがないし。ごめん、俺次回リベンジするわ。お前らがビビるぐらいレベリングしていって、クソ寒い。もう何の面白くも、何の面白みのないポケモンするわ、今後。ムカついたから。ああ、俺大好きやってんけどな、ポケモン金銀。もしもうこんな形で終わるとは思わんかったわ。ああ。やっちゃったね、ゲームフリークさん。うん。なんで木炭なんか売ってんのかな、これ。草タイプの技上がるアイテム売れや、お前、ここで。なんやねん、木炭って。ふざけんな、マジで。やっちゃったな。もう次回お前、超絶レベリングしてから行くから、お前。覚悟しとけよ、お前。以上、決断しようでした。絶対勝つから、次。